ってまいります。今日のホークス先発は有原です。1回ノーアウトランナー1、2といきなりピンチを作るところから今日スタート粘った流れが良かったですね。レフトへのタイムリーヒット、ファイターズが1点を先制しました。まあ、この後満塁のチャンスもあったファイターズ、はい、そこは追加点は、まあ、1点で抑えたっていうところでね、逆転に入ってきました。ファイターズは根本遥が、まあ、高卒4年目、まあ、2試合目の今シーズン登板ですが、2回ワンアウト1塁からシュートがレフトでタイムリーヒットでまず同点にすぐ追いつきました。さらに2、3塁で今日1番の柳町セーブライ、まあ、浅いところね、はい、1回引き上げてきましたね、はい、2対1。さらに3回の攻撃も見事でした。ノーアウト満塁を作ってバッターは正木です。まあ、ここしっかりとセーブライ3対1。この後の攻撃ですよね。そうですね、サインがつないで、はい、満塁にまた持っていって、はい、そして川瀬、川瀬がこういう場面で働くのが大きいですよね。ストライクからですよね。ちょっと崩されながらよくライトを低く持っていって、やはり山川と近藤生還5対1になりました。さらにシュートのタイムリー内野安打で6対1までリードを広げました。4回です、有原ワンアウト1塁からバッター万波、はい、今日スタメン戻った万波が14号ツーランホームラン。ちょっと甘かったですよね。変化球は今日はあまり良くなかったんですが、立ち直ったように見えたんですけど、ね、そうですね、2回3回ちょっと良くなったんですが、また4回崩れ始め3点差、はい、さらに5回もっとちょっと制球が、ね、アバウトになってました。そのチェンジアップを浮いたところ、清宮がランナー2人置いてスリーランホームランで同点です。完璧なホームランでしたね。第5号6対6としました。有原はそれでも6回7回の投稿でしたね、はい、頑張って投げて、ね、勝ち越してくれるまでっていう感じで、はい、ここは何か、まあ、彼の責任感とかね、そういうのも含めて感じました。今宮のプレーも、はい、今宮はパリーグタイ記録となるショートでの通算試合出場数今日はなりました。まあ、その今宮の守備もあって有原この7回はピシャリと抑えた三者凡退、その後でしたからね。直後の流れで山川が池田投手から第19号ソロホームランに勝ち越し7対6。まあ、これでいつもですと、ね、逃げ切るっていうパターンがあればです、ね、ただ近いヘルナンデスが昨日について今日もちょっと乱調でした。ワンアウト3塁から万波がレフトへタイムリーヒットでまず同点。ちょっとパスボールもありましたけどね。伏見送りバントで2アウト2塁から代打レイエス、昨日もヘナンデスを打ってタイムリー打ってましたが、今日も同じように右方向へ。8対7ファイターズでこれでこの回逆転、そして最後逃げ切りという、もう抑え田中誠義、はい、最後まで苦しめましたけどね、はい、2アウト1、3塁というチャンスで代打牧原大成、はい、詰まらされました。セカンドゴロでゲームセット。8対7でファイターズがホークスを逆転勝利、序盤の6対1。